はい、こんにちは。税理専門の税理士神奈美です。本日も確定申告について一緒に学んでいきましょう。本日の動画の内容はこちらです。医療費控除セルフメディケーションについて解説していきます。本日の内容です。まずセルフメディケーションというのはどういうものなのか、2つ目が計算方法について、次は控除を受けるための条件について解説して、最後提出する書類を紹介いたします。本日はこのような流れでいきますので、本日の動画もよろしくお願いします。それでは医療費控除のセルフメディケーション税制について解説していきます。前回の動画でも紹介したんですけど、医療費控除には2種類あります。まず1つ目が医療費控除ですね。これは前回の動画で詳しく紹介してますので、ぜひそちらの方をご確認ください。今日はセルフメディケーション税制の方について動画で紹介します。これは1番2番どちらか有利な方一方しか使えませんのでご注意ください。さあ、セルフメディケーション税制というのはどういうものかと言いますと、ドラッグストアなどで買った市販薬が1年分を合算して1万2000円を超えた医薬品について税制で医療費控除が使えますよっていうものです。先ほども言ったようにね、医療費控除か今回説明するこのセルフメディケーションどちらか一方しか使えませんので、ご自分で有利な方を計算して選択してもらえればと思います。それではもう少しね詳しく解説をしていきます。計算方法についてです。これは対象の医薬品から、保険でもらった分、これはね医療費控除と一緒です。保険で補填された分は引きます。そしてそこから1万2000円を控除します。控除額は最高8万8000円です。医療費控除の時はね上限額200万円ですよって言いますけど、今回のセルフメディケーションの場合は最高8万8000円までが控除額のマックスになります。そして対象医薬品というのがどういうものがあるかと言いますと、これはレシートを見れば分かります。レシートに星印や、米印など必ず印がしてあります。こういうドラッグストアで買った医薬品の中で、こういうレシートにね星印や米印がついているものは対象の医薬品となりますので、そちらの対象医薬品の合計額がいくらあるかっていうのを1年分合算して算出してください。で、保険のね補填がない場合は1万2000円を超えないと控除額がね出ませんので、例えば1万円分ね医薬品買っていたとしても1万2000円引くとゼロになってしまいますので、この医療費控除は使えないということになりますので、合計1万2000円以上あるっていうことが条件になります。そしてさらに今回このセルフメディケーション税制を受けるには控除を受けるための条件があります。これは申告者本人がしているということがポイントです。申告者本人です。ご家族とかはダメです。職場の定期検診が1つ目、2つ目がインフルエンザの予防接種等を受けていること、3つ目が人間ドックやがん検診を受けていること、特定の健康診査を受けていること、これはいわゆるメタボ検診のことです。このいずれかどれか1つをしているということが条件になります。さあ、それでは提出する書類は何を出せばいいのかと言いますと、セルフメディケーション税制の明細書というものがあります。こちらのセルフメディケーション税制の明細書を作っていただいて、これを提出します。要は確定申告書に添付するってことですね。そして次、先ほど紹介した条件を証明する書類を添付しないといけません。領収書であったり、健康診断でしたら結果の通知書であったり、インフルエンザなどの予防接種をした場合は予防接種済みの証明書が必要となりますので、こちらの明細書と合わせて一緒に税務署に提出することになります。まとめです。医療費控除はねどちらか有利な方を選択しないといけないので、どちらか自分にとって有利かっていうのをね計算してみないとわからないですし、前回の動画でも紹介したんですけど、総所得がね200万円以上か未満かによってまた変わってきますので、どちらが有利な方かはご自分で計算して有利な方を選択して、ぜひ医療費控除を使っていただけたらと思います。そして注意点でもう一つですね、控除を受ける条件があります。先ほど言ったようにもう一回見せると、この控除を受けるための条件を申告者本人がしていないと、このセルフメディケーション税制は使えませんので、必ずこちらしているかどうか該当するかどうか確認してから、医薬品のね合計額1万2000円以上あるかどうかを確認した方がいいかと思います。はい、それでは本日の動画の内容は以上になります。私はオンラインサロンの方を運営してまして、税理士川南の会議室ということで、オンライン上に税理士を味方につける月額制の完全会員制の Facebook の非公開グループで運用しています。税金や経理、ビジネスの情報だったりとか、YouTube や TikTok の裏話などもオンラインサロンの方では公開しておりますので、そちらの方ぜひ気になる方は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。質問や相談も OK ですし、定期的にメンバーと私とで Zoom 会議の方を開催しております。気になるなって方はクリックして詳細を覗いてみてください。はい、ではぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと高評価ボタンのグッドボタン、あといいねやコメントいただけると本当に励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは本日の動画も最後まで見てくださった方ありがとうございます。それではまたの動画でお会いしましょう。確定申告一緒に頑張りましょう。税理士川南でした。またの動画で。